マセマニュースに入る前にマセマの参考書問題集についてお伝えいたします。マセマは完全数学主義です。マセマの参考書問題集の具体的な利用法は次の4つです。 1. まず流し読み。最初は公式や定理の証明など難しいところは飛ばしても構いません。 2,3 日かけて流し読みすることにより本の内容の全体像をつかみましょう。 2. 次に精読。数学にアバウトな理解は通用しません。講義形式の解説文を精読し、また与えられた問題の解答解説も精読して内容を完璧に理解しましょう。 3. そして自力で解く。マセマの問題は全て実力を大幅に伸ばす良問ばかりです。解答解説を見ずに問題を全て自力で解けるようになるまで頑張りましょう。 4. さらに繰り返し解く。一度解けた問題でも本当に頭に定着させ使いこなせるようになるには問題を繰り返し解くことが必要です。この反復練習により本物の実践力を身につけることができるのです。収録問題数が異常に多い参考書問題集ではこの反復練習ができないため、なかなか実力が伸びず数が苦しいの数学になってしまうのです。マセマの参考書問題集で学べば高校数学も短期間に確実に楽しみながら大幅に実力をアップさせることが可能です。それぞれの読者の方に合ったマセマの参考書問題集は問題別に提示したサクセスロードを利用してご選択いただけます。マセマのホームページでも閲覧可能です。この後は今日のマセマニュースになります。ぜひご覧ください。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは高校3年生の皆さんに向けてのお知らせです。高校3年生の皆さんは今受験に向けてたくさん勉強されていることと思います。そこでマセマの参考書問題集を活用して今後の受験勉強を乗り越えていきましょう。下記にマセマの参考書問題集のシリーズとこの月にはやっておいた方がいいというものを載せておきましたので参考にしていただけたらと思います。 4、5、6月、はじめから始める数学、はじめから解ける数学問題集、偏差値が40から55。こちらは授業についていくのが難しい方、数学が苦手で数学アレルギーだなと感じる方が平均点以上を獲得できるぐらいまで上げることが可能となります。 6、7、8月、元気が出る数学、元気に伸びる数学問題集、偏差値が45から60。こちらは授業にはついていくことはできるが模試などの点数は平均を下回っている方、または推薦枠を狙っている方におすすめで、優しい受験問題や共通テストなら解けるまでになります。 8、9、10月、合格数学、合格数学実力アップ問題集、偏差値が50から65。こちらは授業もテストも分かり平均的な偏差値の方におすすめで、ほとんどの有名私立大学、国公立大学東京大学等は除くを合格圏に持ち込めることが可能となります。11、12月、難関の大学を狙っている方は難関大数学理系、難関大数学文系理系、偏差値が60から70。偏差値が70台ですと東京大学、京都大学、東京工業大学、難関大医学部に合格することが可能となります。11、12月、快速解答共通テスト数学 1A、 快速解答共通テスト数学 2B、 トライアル模試共通テスト数学 1Aトライアル模試共通テスト数学 2B。 皆さん
マセマで勉強すればまだ間に合います。時間のある限り反復練習をすることによって短期間に得点力を大幅にアップさせることができます。皆さんの偏差値に合ったマセマの参考書問題集を活用して効率よく勉強していきましょう。受験勉強を頑張る皆さんをマセマ一同心より応援いたしております。続いてはホームページに掲載されていますお便り掲示板に来ているお便りのご紹介です。ぜひご覧ください。 BR さんからの投稿です。勉強勉強勉強、2学期が始まったけど学校の授業は自宅と学校とで半分半分の体制でやってます。何かはかどらないので初めから始める数学読んでみます。ゆいさんからの投稿です。はじえ、高一生です。コロナのせいもあって数学の授業が遅く、いつまでも数学 A に入っていかないので自学するためにマセマのはじはじ A を買いました。とても読みやすくわかりやすく、学校の授業よりずっと早く数学 A を終わらせることができました。この後サクセスロードに従って数 2B や数3もはじはじシリーズで先回り学習しようかと思ってます。私にとってはじはじシリーズは神です。ゆうたさんからの投稿です。来年理系受験、マセマを知ったのが夏休み前で、正直もっと早くからマセマで数学対策やっておけばよかったと後悔しています。問題の質の良さと解説の分かりやすさがダントツですね。現在実力アップ3冊を反復練習中です。なんとか難関大数学までやって来年の東工大合格を目指します。りょうじさんからの投稿です。昨日大学基礎数学微分積分を注文しました。大学の授業が不安定なので、数学を最初から丁寧に勉強するのにぴったりな本だと思いました。マスオさんからの投稿です。高校生です。マセマ出版社の皆さん、いつも勉強になる本をありがとう。僕は来年2年生ですが、受験まで学校の勉強と家では元気が出る数学とか合格数学とかやって少しでも学力が上がるように努力します。ゆかりさんからの投稿です。とても助かりました。物理が苦手で嫌いだった私がキャンパスゼミシリーズ熱力学、力学、電磁気学を購入しましたのおかげで成績がどんどん上がっていき、今では物理がとても好きになりました。嫌いを好きに変えることができとても助かりました。 T 渡辺さんからの投稿です。愛読しています。フーリエ解析、ラプラス変換、熱力学、電磁気学、数値解析、有限要素法、マクロ経済学とマセマの本をたくさん購入しています。どれも読みやすくわかりやすく、本当に数学や物理学や経済学の学習が楽しくなりました。できれば流体力学や材料力学の本も馬場先生に書いていただきたいです。きっと一番わかりやすい本になるはずですから。大学生さんからの投稿です。期待通り。大学でリモート授業がさっぱりわからないからキャンパスシリーズを6冊購入。授業と併用してみたらとても分かりやすかった。他の方も評価されている通り細かい説明がいい。他のキャンパスシリーズも購入予定。安武さんからの投稿です。推薦、学校推薦型選抜で大学合格を目指しています。網羅系からマセマに変えて数学の成績が大幅に伸びました。自分でも信じられないくらいです。手応えと自信を感じています。はじはじと元気を中心に頑張った成果だと思います。ありがとう、マセマ出版社馬場先生。のぞみんさんからの投稿です。宅配サービス、マセマの本を7冊
マセマの宅配サービスで購入したら1万円近くになったけれど、ポイント還元が1000円近くもあった。ネット注文ではこの宅配サービスはとてもありがたいです。 Y 松坂さんからの投稿です。院試受験、今年は大学院試験かっこ修士を受ける予定なので、教養の頃からお世話になっていたキャンパスゼミをまた紐解いています。なるほど、この板でいろんな方が書いていますが、問題の脳内シミュレーションの練習、短期間に実力がつきそうですね。私もやってみます。最近大学基礎数学、物理のシリーズが充実してきていますね。馬場先生がいつもおっしゃっている基本が固まれば応用は早いに従って、このシリーズもまとめ買いしようかと思っています。祭りの神さんからの投稿です。猛勉中、後期試験対策に現在マセマの大学基礎シリーズとキャンパスゼミシリーズで猛勉強中。受験の時と同様に3週目までは実際に解き、4週目以降は問題文を読んで頭の中での解放シミュレーションに徹しています。受験生の皆さん一緒に頑張りましょうね。塾講師れんちゃんさんからの投稿です。教材として塾講師です。数学は主にマセマの本を教材にしているのですが、たびたび改訂版が出るので、先日マセマに直接問い合わせたところ、改訂版で新しく変更した箇所はすべてホームページで無料公開されていると教えていただきました。内容も素晴らしいですが、対応もとても良心的な出版社ですね。これからも生徒たちと共に利用させていただきます。たくさんのお便りありがとうございます。皆様からのお便りがマセマ一同の励みとなります。お便りの投稿はホームページにあるお便り掲示板の一番下まで行き、コメントを投稿するという部分がありますので、そこでお便りを送ることができます。愛読者の皆様からの率直なご意見ご感想をお待ちしております。